そうですね。今問題はどうぞ問題言ってください。はい。絶対値 x プラス2絶対値、はい、が4以上。あ、だから大なりイコール4と言います。で、この解き方なんですが、実はですね、普通ならこうです。正、こうですね。こうして、まあ、すなわちだから x がマイナス2以上、x がマイナス2、要するにこれをマイナス2で、分けるんですね。こう分けるんです。こうやって解いていきます。普通なら。だけど解き方違うんでしょ。多分マイナス2以上の時は、すいませんね、これはそのまま x プラス2が4で、こっちはマイナス x プラス2が、ちょっと解いておきましょうね、これね。したら x は、2以上で、 x はこれ頭いい人はちゃんとマイナス、うまくこっち持っていくんですね。マイナス2でマイナス6、マイナス6以下。そしてすいません、すごく超特距離が解いてますけど、分かりますか。マイナス2以上の時に、2以上だから重なるのはここだ。いいですね。ついていきますね。一応2倍速ぐらい解いてるんですけど、でマイナス2より小さい時にマイナス6以下。だから答えはこの2つ。ドッキングしようがないので、一応寄ってと、2以上とマイナス6以下の数字を入れれば、ちゃんとこれは成り立ちますということです。これいいですね。ところが実は学校の教え方や解き方というのが、これが迷いを生みます。さっき言った平均が30点の道にあります。というのはですね、こういう解き方をするんです。僕は分けます。僕は分けてほしい。分けてほしい。ところが、こういう解き方をする人がいるんです。例えば、x が3ってことは、x はプラスマイナス3ですよね。そうですよね。だから、x たす2が3だったら、こう解いちゃう人が出てくるんです。ほら、倍分けしないでいいから楽でしょ。で、あ、これプラスマイナスだから、これ、まあ、正確には x プラス2が3と x プラス2がマイナス3と言っておいて、 x が、プラス1と x が、マイナス5っていうふうに解いちゃうんですけれども、もちろん場合分けしても解けるんですけど、こういうやり方をします。ところがこのやり方を選んでしまうと大変なことになります。というのはこういうことが起きるんです。この時は困るんです。というのはこれでいいんですか、じゃあという問題になってくるわけです。そうなんです。これ OK です。だけどやるんです。学校はどうやって教えるか、学校とか参考書はどうやって教えるかとですね、これはですね、知恵を絞ればこうなるんですよね。あ、そうですよね。そうですよね。したら同じですよね。 x プラス2が3だったら、こういう構造の回答をしてくるわけですよ。して連立不等式を解きましょうというふうに持ってきるみたいなんです。で、こういう解き方もするけど、心の中で頭悪いなと思ってください。で、ここまではまだいいです。問題は次なんです。こう来た時なんです。これはですね、こうなるんですけど、分かりますか。これがいかないよね、なかなかね。そうでしょ、3より大きいならいいでしょ。マイナス3より小さい、マイナス1万とかいいじゃないですか。だからこれきついよね。で、そしたらさ、 x たす2が3より大きいって言ったらさ、3の x たす2とマイナス3の x たす2のとこになりますよね。でしょ。だから、いや、もちろん今パーッと僕喋って、これがもう頭でなるほどって思ってる人はいいんですけど、そうじゃない人は、まあ、ともかくこっちがいいです。安全です。あ、僕の言ったことを通じたんでしょうか。別にあなたの質問に僕ほとんど答えてないんですよね。あなたが多分質問でこれって言うから、多分こういうことになってるんだろうっていう想像で僕は言ってるんで、実態は知りませんが、みんなこうやって陥っていきます。だから分けてください。いいですね。ということです。何か疑問いいですか。疑問まだまだ解決すべきことがありまして、これですね、これっていうのを、ま
なんでですかということなんですが、困るんですよね。要するに、まあ、これ X で書くから人間的にわからないん でこうしましょう。あるものの事情は絶対1のあるものになると。だからこれはこういうふうに書いてよいというルールがあるんです。で、これはわからないですね。だから例えどうでもどうしたらいいんだろう。これってこうだよねってみんな習ってるんですけど、まあ、例えば X が4だったら、あ、4には2ぐらいしましょう。大きな数字にしましょう。2ぐらいしましょうか。そしたらこれはプラスマイナス2ってのはいいですよね。まあまあさっきのルールじゃないですけどなりますよね。で、例えばまあじゃあ X の事情、じゃあこれが2としましょう。そうですね、これが2でこれが2であれば OK ですよね。まあよくないですよ、2以外の数字はどうですかと言われるけど、一応分かりやすく言ってみると、これが等しいならこれが2だったらこうなった。じゃあこれも答えがこうなってくればいいですね。そしたらこれどうするかですけど、ルートを外すのはどうしました。そう、両辺事情なんですよ。ちょっと今日もね珍しく考えてたんですけどね。したらこうでございます。で、これは解けるんです。これはあのまあ一応真面目しますよ。 x 事情引く4が0でしょ。で、x プラス2と x マイナス2に因数分解して0だから x はプラスマイナス2と、だからなるんですね。まあこうなります。なかなかこれしませんので言いますけど、こうです。で、多分学校行きのこうだよねで終わりだと思います。だから何かの事情を作ってルールだったらこういきます。それともう一つルール重要なルールはこれ正だということです。あ、もちろん0が可能性もあるけど正だということです。いいですね。だからこれ正でしょ、これも正です。これも重要なことですね。これは数三で使います。だけどまだ今の段階でいいんで、ともかくこれができれば解ける問題がたくさん増えます。いいですね。だから何かの事情のルートってなったらドンと絶対解する。で、あとは場合分けで解きましょうということでございます。よろしいでしょうか。答えよろしいですか、分かりました。ということでこれも書いてください。